クロワッサン有名なんやな。あ、クロワッサンが有名、それは美味しいです。結構めっちゃおしゃれ。なんか富士さんが名古屋行ってからかな、なんか自分と同い年ぐらいの人たちが結構静岡の時こさる、うん、俺がもう出てから、なんかまださ、俺も2つ3つしか食べてないけどさ、はい、俺のなんつうの評価軸がスパイシーかスパイシーじゃないかみたいな。これはどう思いますか？っていう意味ではこれはスパイシーではないと思う。ではないですね、うんうん、なんかそうです、うん、多分思っているスパイシーじゃなさそう。そうやね、そうやね、うん、だからその 俺が師匠って言ってるめっちゃ詳しい子が言うにはいろんな指標があるんやな、そのスパイシーさとか言ったらめっちゃ美味しくて、でそっからなんかそう、そういや、ちょっと待ってください。いや、京都にめっちゃ有名なキャロットケーキ屋さんあったんですよ。いや、それ教えて。そうなんですよ。いや、なんか前なんかしっとりするじゃないか、なんかシナモンが効いてます。しっとりしてるってことは水分量がちょっと多いですか、うんうんうん、へえ。
これ笑ってます。これは笑うな。歴史先生の。すごい、かっこよすぎる、かっこよすぎる。